レスリング柴田三條。はい、どうも柴田です。今日はタレコミがありまして、皆さんにちょっとそのネタを紹介しようと思います。あれです、浩二さんの話です。ライジンファイターで、ライジン K1 からライジンに移籍するも、未だ一度も勝ったことがない、ライジン無償、の、ライジン芸人浩二さんの話です。はい。っていうのは、浩二さんが何をやったかというと、浩二さんはね、 YouTube チャンネルをやってるんですけれども、その YouTube チャンネルでね、先日ですよ、10日前ぐらいに、芸人 VS 格闘家どちらが強い、田中の滑らない話っていう、松本人志の滑らない話の、構成を、丸々パクったというか、そのまま、流用をした、浩二とお笑い芸人とを並べての滑らない話っていうね、企画をですね、動画で配信していたんですよ。まずこの時点で、キッズっていう。キッズって、僕、これ、動画、そもそもチラッと見たんですね。浩二さんのチャンネル登録してるんで。で、もうゴリゴリのテレビの丸パクリ企画やっちゃうんだ、みたいな。なんかいるじゃないですか、YouTuber で。なんか人気商品のトップ10を、なんか当てるまで帰れま10とか、あとはなんだ、本当水曜日のダウンタウンのネタのをなんかもろパクリしたようなことを YouTube でやってる YouTuber っているじゃないですか。それ見るともう超サブイボが立って、うーわーやってるって思っちゃうんですけど、そう、浩二さんもそれね、あ、やってるわ、この人やってる、滑らない話やってるって言って。その時はチラッと見て、うわやっとるわキモーと思って見てたんですけど、その時俺気づかなかったんですけどね。で、その浩二さんがそういう動画を10日前ぐらいに上げられてて、これが今なんかね、ちょっとプチ炎上してるらしいんですよ。ということで僕のリスナーにタレコミをもらったんですけども、この10日前に上げられた芸人 VS 格闘家どっちが強い、田中の滑らない話で、浩二さんがした滑らない話が、これね、高校生 TikToker のネタ丸パクリだったらしいんですよ。はい。ちなみにどういうネタかっていうと、ちなみに浩二さんのネタが、昔サッカーをずっとやってて、でなんかちょっとその足を痛めて、なんか接骨院に行ってと、で接骨院で、その電気の治療で、体にその、ね、電気をこう通す治療でやってもらったんだけども、なんか自分は全然電気を感じないと。でどんどん電気 の、 レベルメーターを上げてもらって、俺は全然効かへんなって思ったら、隣にいたおじさんがうわーってしびれてたっていう、どっかみたいなっていうね、ネタなんですよ。これ浩二さんが話なんですけど、これね、これですね、高校生の TikToker が全く同じ話をしてるんですよ。しかもですよ、これ浩二さんの、動画再生数が今2万2000再生なんですけど、この高校生の TikToker の滑らない話は、この高校生の TikToker が結構人気らしくてですね、2017年12月、3年前ぐらいにこの、全く同じね、教室で撮って喋って、アップしてるもんなんですけど、それが3年前にアップしたものが、今、334万再生らしいんですよ。ということは、浩二さんは、自分より格上の人気な動画から丸々ネタを引用してパクって、ちょっと自分なりにアレンジして、でそれを
田中の滑らない話っていう前パクリ企画で披露するという、これがですね面白いのが、浩二さんはいやここにいる芸人より俺の方が面白いんちゃうかなみたいなことを言ってたりとか、俺はこっちの方が本職やからみたいなことをすげえ偉そうなことを言ってのパクリネタ披露なんですよ。しかもこれがですね面白いのが、この滑らない話、田中の滑らない話っていう動画の一つ目の、浩二さんが話す一つ目のネタがこれなんですよ。一つ目からパクリ出しちゃうの？お前の持ちネタはないの？やば、浩二やば。やばくないっすか？俺ちょっとびっくりしちゃって。この人って何なの？いや、それこそ雷神に出て那須川天心相手と戦って、でも浩二さんはルールを勘違いしてて、一応その最後までリングに立っていれば自分の勝ちだと思ったのか全く手を出さずにガードカメになって、っていう試合をやったかと思えば、大晦日にいや俺はボブサップでもチェホンマンとやったるでーとか言って、体重重いやつも誰でもかかってこいやって言っといて、まあ体重が重い柴田か、ね、勝って負けても得しない柴田から逃げて、で、ゴミ選手とやって普通に負けて、でかつその、大晦日の、印象に残った試合、の投票はもうランク外みたいな感じになりの、そうしたら今度はなんか体重がどうとかこうとか、次の試合ではなんか言い始めて、いやその階級ちゃうやつとはやらへんでみたいな、まずは俺の階級で一番強いやつを決めようやみたいなことを言って、キックの、なんだトーナメントが来年で開催されるも、1回戦で梅野選手に、恋のバッティングで反則で試合をノーコンテストにした後、なぜか決勝に上がって、そして、白鳥泰樹さんとまたバッティングをするも、結局バッティングをしても泰樹さんがそれをうまくしのいで、完封してですね、もうその何もやらせてもらえず、バッティングしかさせてもらえず泰樹さんに負けるという、この雷神での立ち振る舞い、立ち回り、雷神での自分の体験を普通に話したら爆笑ネタなんですけど、なんで彼はその滑らない話の一発目のネタに自分より格上の高校生 TikToker のネタを丸々こう喋って、なんでこれ雷神の話しないんですかね。いやちょっな、こう俺ね、こういう言い方ちょっとあんま良くないかもしれないけども、俺ね、浩二さんより恥ずかしい人間を見たことがないですよね。いや、すごくないですか？だって、強くもない、面白くもない、なんだ、あと、なんていうか、あるものを探す方が難しいですよね。浩二さん何があるんですか？なんであの人って、雷神に上がってるんですか？いや本当にすごいなと思って、逆にいないなと思って、あれほどまでに恥ずかしい人ってさいないなっていう、いやー浩二さんいいですね、最高ですよ。もうちょっと垂れ込みでね、なんか比較動画みたいなものもね上がってたんで見たんですけど、ちょっとね爆笑しちゃいました。はい、いやーっていうね、浩二チャンネルの、はい、ネタがですね、まあ、あんまりもともと浩二チャンネルを見てる人がさ少ないもんで、母数が少ないもんで、別にその炎上しようにもそこまで大きな炎上ではないんだけどもまあ個人的に面白かったネタなんで取り上げさせていただきました。いや浩二さん
いいですね、あなた最高ですね。いや笑わせていただきました。はい、キックボクシングの方もこれからも頑張ってください。はい、こんな感じで、今日は柴田が、コーチさんのちょっと面白いネタを紹介しました。バイバイ。